すでに見たように、これらの大発見は偶然に偶然が重なって生まれました。しかし、大切なのは偶然の発見を見過ごさないこと。その能力をセレンディピティと言います。夢中になって取り組めば、大発見に出会うこともある。では、最終章をご覧ください。それでは、この最後の第四章で、ですね、えー、まあナノカーボン、フラーレン、カーボンナノチューブ。 あるいはピーポットが偶然に発見されたと。じゃあこの偶然の発見と自然科学あるいはまあ一般的に言ってまあ我々の分野で言えば物質科学のその発見の重要性はどういう関係があるのかというのを話したいと思います。まあそこでキーワードがですねセレンディピティです。えー、ここに一枚の漫画があります。えー、白衣を着た科学者が えー、一目散に一目散って言い方おかしいですね。<laughs> あの一心不乱にですね。自分の研究分野を研究しています。である時ですね。この科学者がですね。玉手箱につまずきます。で、この玉手箱にはですね。グレイトサイエンティフィックディスカブルいって書いてあります。えー、ですから、自然科学上の大きな発見という意味ですね。で、ご丁寧なことにこの玉手箱にですね。えー、鍵までついています。ここにですね。で。 まあこの科学者がですね、この鍵を開ければ、えー、この科学者はこの大発見の、えー、一番乗りになるわけですねところが多くの場合ですねつまずいても科学者っていうのはわからないんですね気づかない、えー、第三者から見るとどうしてその時に気づかないのっていうふうに思われるでしょうけどもなかなか当人はですね気づかないものなんです。で この状況をです、ね、セレンディィピティと言いますつまり、えー、科学自分の分野を一生懸命研究しているとである時つまずいたとでその玉手箱を開ければ、えー、副産物として大きな、えー、サイエンスの発見をできるんだけども気づかないで取り過ぎてしまう、えー、まあ、えー、特に思いがけない大発見のことをセレンディピティと言います。 これあの、えー、と辞書で調べるとセレンディピティというのはというように偶然によって価値ある発見ですねをする能力自然に備わった能力これをセレンディピティというんですね。えー、これもともとの語源はですね、えー ペルシャのおとぎ話から来ています。セレンディップの3人の王子たちというおとぎ話でまあ3人の王子が王様の命令にによって冒険に出るわけですね。まあ、王様としてはこの3人の王子に、まあ、人生勉強させようということなんですけども結局は冒険に出て帰ってくるわけですが当初の目標は達成されなかったんだけどもそれ以上にいろんな経験をして、まあ、帰ってきて王様はハッピーだったという物語なんですけどもまあ転じてで えー、実際自分が狙っているもの以外の大きな副産物を手に入れるという意味なんですねですからこれを自然科学に焼き直すと、えー、プロジェクトで、えー、マイシモンにある研究をゴールを目指しているわけですがその途中で副産物実際のゴールよりもっと大きな副産物を得て大きな発見をするという意味に使われているんですねまあこれあのいろんな言い方があります私はいつもこういうふうに言っています セレンディピティというのは運命というのは努力した人に偶然とといいうう橋を架けてくれるという言い方ですね、えー、ここにもキーワードがあって運命努力偶然橋なんですねですからこれどれ一つと抜けてもセレンディピティではありませんまあ言い方を変えるとこのセレンディピティというのは偶然を必然に変える能力です。 えー、ナノカーボンの発見で言えばちょうどカーボンナノチューブ飯島澄夫先生が発見されましたけども私はあの前の、えー、ショーで飯島先生の発見カーボンナノチューブの発見は偶然と言いましたが実はそれは本当の偶然ではなくて飯島先生は長い間電子顕微鏡でいろんなカーボン物質を、えー、見続けてきて20年も30年もその先に まあその終点っていう言い方おかしいですかねその結果としてカーボンナノチューブを発見されたんですねですから発見自体は偶然であったけども飯島先生が1990年にカーボンナノチューブを発見したそのプロセスは必然だったんですねですからセレンディピティというのはまさに偶然を必然に変えるあるいは必然の過程が積み重なって偶然が契機で大発見が行われるということです じゃあ科学上の大発見とはまあ、ここでフラレンの発見もカーボンナノチューブの発見も20世紀を代表するとする、えー、まあ科学上の大発見と言われていますがどういうものか私は通常2つのタイプに分けています1つは天才タイプこれタイプ1ですねこれはどういうことかというと考えて考えて考え抜いた常に果てに忽然とアイデアがひらめいて発見に導かれるこれ多くは数学とか理論物理学がこれです、えー、まあ去年話題になった 小林先生増川先生の「コーの6次元モデル」の発見もこのタイプですね天才タイプです考えて考えて考えた末に新しい理論に導かれるあるいは湯川先生の中間子論もまさにこのタイプですねでこれは残念ながら天才しかできませんこの発見は凡人にはこ,のこ,のこれを求めても無理ですただし幸いなことにですねタイプ2があるんですね大発見にはそれが今日 ご紹介したカーボンナノチューブやフラーレンの発見ですセレンディプティタイプと私は名付けていますこれはまっしぐらにあるテーマゴールを目指して研究している途上で偶然に思わぬ大発見をするんですねこれはえっ、ー、と実験系の科学のです物理でも科学でも生物学でも、えー、地球科学でもこういう実験系の科学に、えー、非常に頻繁に起こる、えー、例です 最近のノーベル賞でいえば例えば島津の田中浩一先生が偶然にタンパク質を質量分析で見る方法を発見したまあ質量分析私の講義にも出てきましたけども質量分析系に関する大きな発見をしたわけですねこ,のこれもですねある時田中さんがですね間違ってサンプルの中にコバルトの微粒子を入れたんですね。でその えー、小バラスの微粒,微粒子を入れたものそのものを質量分析をしたら今まで観測できなかった、えー、タンパク質というような巨大な分子量を持つものが簡単に、えー、質量分析系で、えー、観測されたこれもセレンディピティタイプですね。ですからこのセレンディピティタイプは誰にででもチャンスがあるんです今この、えー、と私の話を聞いている皆さんの中にも、えー、セレンビ将来セレンディピティタイプの発見をする人が必ず いるんじゃないかというふうに思いますで、じゃあこういうセレンディピティタイプの発見をするために必要なプロセスあるいは言い方を変えれば能力はどういうことかこれ私のあまりに考えてみましたこれはですね私自身あのスポーツが大好きで特に野球が大好きなんですけども今スポーツのコーチングっていうのは非常に進んでいます、えー、私が小さい頃あるいは中学高校で野球やってる時には もう根性野球ですもうひたすらノックを受けてひたすら素振りをしてというあの当時だったんですが今は違いますコーチング学で一番大切なのは選手の心に火をつけるということですねここに、えー、示しましたように上手くなりたいならコーチは教え教えるな教えちゃダメなんです、えー、手取り足取り、えー、この子にバッティングの基本を教えるとかスローイングの基本を教えるとかそういうことやっちゃダメなんです必要なことはその子が 夢の中ににに入るるこここととが必要なんでですすねでこれはまさに学問研究にも言えることですいろんな教師が寄ってたがって、えー、いろんなことをあの基本的なことは当然教える必要があるんですがそれ以上のことは本人が夢中になってその研究テーマに没入していくと夢の中に入っていくというまさに今のコーチングのテクニックが学問でも学問研究でも私は非常に必要ではないかなと思っています。 えー、誰かにまあ一旦火をつけられると、例えば私の研究室で私の研究室の大学院生がこれ面白いテーマだって言うんで火がつくわけですね。そうすると努力が努力でなくなるし、必、えー、然的にどん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 いい方に転がっていくんですね。ですから夢の中に入ってしまっている学生ほどいい結果が出る学生はいません。まあスポーツで言えば技術が向上するときありません。で、実は夢の中に入っていてもですね。 失敗すすることは多いんですね我々の例で言えば実験が失敗する、えー、思ったような実験があのできないというようなところですがこれあの本人が夢の中に入っているので別に失敗を失敗と思わないんですねまた次にチャレンジしようとでその過程で実験技術を磨くあスポーツであれば自分のテクニックを磨くということをおのずと、まあ、の学んでいくわけですね。でもう一度あの話を物質に戻します。カーーボンナロチープ例えば、えーまあ、この あの究極のファイバーで、えー、ナノチューブを使ったら芥川龍之介の「雲の糸は成り立たない」という話をしましたけども実はこれが今現実ものになりつつありますそれはカーボンナノチューブをですねどん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 束ねて寄っていくんです。1本のカーボンナノチューブは直径1ナノメーターですがナノチューブはお話したように既にお話したようにお互いにロープを作りますじゃそのロープでまた太いロープそのロープでまたさらに太いロープというのを作れます。 最終あの的には最近ではですね直径1ミリメートル近いカーボンナノチューブのロープを作ることができます。これがその例ですね電子顕微鏡写真です。でこういうロープが作れるとですね SF 的なことが実際に可能になってきます。アーサークラークと有名な えー、SF 小説家がですね随分前に「3001年終局への旅」という小説を書きました実はここでアーサー・クラークはですねでアーサー・クラークがこの小説を書いた十数年前には、まあ、そんなのいくらカーボンナノチューブでも不可能だというふうに言われてましたところがです今は NASA がですねアメリカ航空宇宙局がまさにカーボンナノチューブを使った宇宙エレベーターを計画中です。 これ地球がありましてここにあるのが、えー、人工衛星ですね赤道面上に、えー、地上3万6 0 0 0のところに静止衛星この静止衛星と地球を結ぶのがまさにカーボンナノチューブのロープです、えー、わざわざカーボンナノチューブなんか使わずに普通のエレベーターと同じように、えー、ステンレススチュールを使ったらいいんじゃないかと言われるかもしれませんがこれができませんなぜかというとステンレススチュールはあまりにも重さすぎるので自分の重さ自重で切れちゃうんですねで唯一 NASA のシシミュレーションでは 物質の中で尤ブいつか非常に軽いカーボンだけが、しかもカーボンナノチューブだけがこれを実現できるんですね。で実際これはあの去年の9月に朝日新聞が報告したんですけども、えー、もう去年エチューエレベーター学会っていうのがもう創立されました。えー、ここに朝日新聞のえ記事にもありますように、地球があって、星質衛星があって、これをつなぐのがカーボンナノチューブなんですね。 まあこういうふうにえ SF がですね実は科学を刺激してこの分野を動かしているという例もあるんですねで多分まあ実際にこの宇宙エレベーターがカーボンナノチューブを実現するにはぶん先だと思います、まあ、10年20年よりもっと先だと50年とかえまあ100年近くかかるかもしれませんしかしこの宇宙エレベーターを開始するために必要な物質はカーボンナノチューブなんですね。 ということで、えー、私の講義を終わりにしたいと思いますが、えー、最後にこの、えー、とナノカーボンの発見に関してはこのナノカーボンの科学という本がありますので、まあ、えー、皆さんぜひ参考にしていただければというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。バオのオンライン家庭教師。いつでもどこでも君の目の前に先生がいる。 デジタルペンが君の思考力学力をぐんぐん伸ばす40分のサイクルが君の理想の学習時間を作る「n オのオンライン家庭教師体験授業受付中